はい、高須庵工房の高須庵です。今日はですね、いつもの高田修君に加えてどなたですか？島津君が来てますけども、あのいつものように高田修が時事問題最近どうよということで始めましょう。めっちゃしょうもないことばっかりする、うん、いや、もう全部いつもそうやそのぐらいがちょうどいいです、うん、結婚指輪って、うんうん、邪魔じゃないのか。俺絶対はず、まあ結婚なんかもしないけど外すっていうか、だってむくむあれが収集。あ、だからあれやろ、よそ行きの時以外もつけてるのは邪魔じゃないのかっていうことやな、うんうんうん、それはでも人によと思います。島津君してない奴らが想像で言ったしゃあないんだけど、え、じゃあしてる人に聞いてもいいですか？あ、してる、どでもしてる、どう思います？何が？当時はしてました。してない、したしてない。あ、そうじゃあ誰もしたんですか？じゃあこの話は分からない。いや、でも僕は別にいけると思ったりして、個人的には、うん、個人的にはあれ、結構細めのやつで、細いから細めのやつ でちょうどいいサイズにちゃんとこうレギュレーション整えたら僕は多分、いやでも収縮俺すごいんだけど、うん、分かるよ。僕もあのもう塩辛いも食いまくった時とかの次の日にやばいとかそれはもうそれはあの近いやから近いやから。そう、でもそれはいいとして、まあ、日本語の問題なんですけど、うんうんうん、まあ、言葉シリーズな、うん、さんの言葉シリーズ、いやいや、そこまでいかんけど、まあ、ある社長さんに俺もこの個展の、あ、今日は高田君の個展会場に来てます、はい、個展の、案内を渡した、うん、で渡して多めに渡したね、うん、配ってください、いや、そんな だからそう配ってくださいとは言われへんから、うん、会社にでも置いといてもらえたらって言ったら、うんうんうん、会社にでもって後で考えたらさ、あ、そこだ、会社にでもって多分失礼なんやろ、この残飯でも食っとけやみたいなこのでもやな、うん、いや会社にでも多分失礼だ、いや、それを後で思った、うん、その場で怒られたわけじゃない、あ、そんなもんない、そう思ったら別に次から気をつければいやいや、だけどだからだいぶ失礼な度合いは、いや、でも気にしない人は気にしないけど、その高田君の中の美意識がそれを感じたよ、きっと。美意識じゃなくて、なんだろう、よく人にキレられるから、うん、そういうアンテナは後で敏感になる、うんうん、それはでもあの自分やったら後で俺がぶち切れると思うやろ、だから自分がやられたら嫌なことを人にやらないように気をつけようっていう話なんだけど、ね、それでいいんじゃないですかね。で、いや、あかんよ、もちろん。いや、俺は別にどっちでもいいと思うんやけど、その人によるやろうし、だけど、その接客業の時に学んだ、あの一番初歩的な、最初に言われることで、あの人にやられたら嫌なことはやらないでおきましょう。自分がやってほしいと思うことをやりましょうっていうのが、接客業をやり始めた時に、最初に研修で教えられるんです。それに習って乗っ取ればいい。こういう動画シリーズを撮ってるんですよ、たまに。いや、この中村君に聞くソクラテス方式っていうんですけど、これを島津君じゃないか、高田君があの日常生活で感じたしょうもない、くだらない問いかけを僕があの大喜利のように切っていくっていう、じゃあ質問出てきたら送っておいたら、いやいやそれ面倒くさくない？じゃあまたこっちから答えをさ、僕の答えをここ経由したら多分変な翻訳が絡まってわけわからん答えになりそうで、こう言ってましたけどって僕言われて、僕それ言ってないんですけどってなりそうじゃないですか。でとか国語シリーズで言うと、うん、なんか目上の人と喋った時に、うん、でそれいつの時ですかって言われて、うん、お宅に行った時、うん、とかって言った、
オタクってなんか自分なみたいな。いや、それは大丈夫。オタク、いや、それが気になるんやったらそこに乗っけるようにオタクにお伺いした時っていうふうに、付け加え、さらに乗っけたら、そういうことも、でもオタクだけやったらちょっとあれかな。でもないか、それもだから自分の中の美意識の話なだけやもん。そうか、そう、そんなに人は高田くんのことを考えてくれてない。いや、じゃなく考えてるとかじゃなくて、そんなに高田くんに対して興味ない。高田くんの発言になんてそんなに興味ないから。いや、その毎回その言うけど、それでキレられることが多いから俺は結局。私でも初めの印象は、はい、パッと見た時のからずっと喋っていったら、あ、ちゃんとしてるね。ちゃんとしてるんじゃなくて、怒らせないようにしてる。でもなんか、いや、やっぱ伝わってるじゃないですか。そう、伝わってる。あ、自衛。もうそろそろ行きます。あ、はい、もうすぐ終わります。食べない？あ、食べてます。食べる。今日は明日食べ。明日食べるか。明日の朝食べるか。そんな明日の朝だともうこれが全部しまうからそのダメ。いや、もうお腹いっぱいやん。いやいやいや、このまま喋りながら食べてもう次のやつ覚えてない。もう分からしてもな、チャンスと仲間になったらな、ちゃんとちゃんと言わないかんやろ。まあ、そうやね。魔王ちゃうか。ちゃんと言え。ちゃんと。知らない。私聞いてんねん、なんかどうすんねんって何か。それね。全部中村君のせいだから。ね、そうだ。だからなんかスペース31に頼まれたんちゃう？先生、車運転せいなの？いや、するけど、いや、スペースに頼まれたんじゃなくて、先生に頼まれた。だどっちでもええわ。今、ビデオ撮ってるんですよ。いや、まあ、いや、なんか早く片付けんの。もうすぐ終わります。はい、次は。ビデオのことだな、よろしい。趣味なんだ。そうだな。はい。そうだな。いや、はい、自衛隊、上がりの人と俺、割と、最近、する。友達。友達ってか、もうだいぶだってもう、目上の人。ああ、目上の人。ほんで今なんかセクハラの問題が、ゴーリーさん、あるやんか、ああいうのってどうなんですかみたいな、直球で聞くな、それ聞いたん、逆にキレられるやろ、そっちの、いや、キレたらそういう人じゃん、やけど、まあ、あれは好みが悪い、そこにたどり着くまでに、ちょっと待って、それちょっとその話していいの、あかん、別にいいと思う、その、言ってみて、いや、だから、今、誰が悪いって言った、好みが悪いって言ったの、その人え、間違ってるやろ、いや、俺もそう思うんやけど、うん、いや、その話を今ここでして大丈夫っていう話を、大丈夫、自衛隊の中の奴らはみんなそう思ってるっていうふうなコンセンサスに ならないですか、知らん、あ、そう、絶対そうじゃないと僕は信じてますけど、でも、その続きはいや、ね、いや、でもだからもうだいぶ昭和どころの話じゃない、まあ、まあ、戦前の思想が色濃く残っているという可能性があるな、そんないきなり腰打ったりせんやん、そこにたどり着くまでにプロセスがちょっとお騒がりが始まって、いや、その時点でアウトやけど、いや、そうなんや、でエスカレートしていって、まあ、そのエスカレートしていく間ずっと彼女は耐えてたわけ、いや、そうだから、その時に言うとってやっとそんな言うから言ってるやん、たぶん言うとるが言ってなかろうがアウトやから、どっちにしよう、結局じゃあやめるしかないってことに結局なってるじゃないですか、いや、だから、いや、その人は割とまともな人だと思ってたから、なるほど、世話になってるし、あ、やのにその人はそんなことを言ってショックやったとか、だから菅が首相の時だって、あ、いただきます、あ、ない、あ、じゃあいいです、ありがとうございます、お茶飲んでるの、いや、ビール、はい、ありがとうございます、
いやな、須田も割と頑張ってるよねみたいなこと、うんうん、まあなんかこれ以上話を続けんとああ、まあそれ以外の話ができるならいいんじゃない、うんうんうん、質問じゃなかったか今。あ、そうだ。高田君のただの日記のような。いや、じゃあそういう人もおんねんな。いや、それはいるでしょ。今も国が二分されてるわけですから。もう言った。いや、まあ、今まだちょっといただいた、あの、その、おそば。じゃあ一旦やめようか。また後でありがとうございます。